まずは今日は例のやつからお話しましょうかね。昨日、今日ともお問い合わせをいただきましたけども、ほとんどがですね、利用規約、いわゆる概要書面を読めばわかること、そしてですね、速稼塾の私のライブ放送、7月から始まっているのをね、もう繰り返し繰り返しお話していることを、まあ、1回でもね、見ていればご確認いただけることばかりだったかなと思います。まあ、ほとんどがね、そういう感じなんで、まずは知ることとかね、自分の取り組んでいるお金に関わることがどういうことなのかってことをね、まあ連絡だけでも受け取っていくこと、それから事業説明会に参加すること、これはね、自分の関わってる事業ですから、事業説明会がめんどくさいっていうことでしたらね、もうこれはお金を求める、こう、なんていうかね、権利がないんではないかなと思うぐらい、やっぱり事業説明会月に1回ですからね、月に1回の参加はして正確な情報を取った方がいいんではないかなと思います。正確な情報がない限りは、適当な検索をして適当な検索結果を見て、まあ誰かのね思考に蝕まれるだけだと思います。やっぱ公式発表と非公式発表とは天地の差がありますんでね。で、非公式発表がどうしてもですね、真実に基づいたものに見えてしまうんですけども、ただやっぱり公式発表以上に真実味を帯びたものってのはないと思うんですよ。まあ皆さんがね、どういうふうに解釈するかってことです。まあそのうちの一つが、今までのプラン、従来までのプランはね、本日まで10月3日まで利用できますよってこともあるんですよ。10月3日までは10万8000円で一口というものがご購入いただけて、スタンダードと、なんですかね、スペシャル、そしてスーパープレミアム、この3つがお選びいただけると。今日が最後でございます。私もね、全てのアカウントで追加購入をいたしましたけども、もうリスクを負えない方とかね、心配な方は追加購入は差し控えてください。そして10月から新しいプランで始まりますが、このね、新しいプランっていうのは既存の会員さんから見ると結構ハードルが高いはずなんですよ。ハードルが高いんですけども、そうは言ってもですね、この1週間だけでも新規のお申し込みっていうのは私を通じてからもやっぱ10名前後いるわけですよね。ですんで、ずっと今までのプランで慣れてた方はハードル高くなったなって感じるかもしれませんけども、通常のビジネスやネットワークをご存知の方はむちゃくちゃいいプランじゃんって思うわけなんですよね。皆さんも最初に関わった時はそう思ったはずなんですよ。ですんで、もうここはね、いいところを見るのか悪いところを見るのか、希望を持つのか、それとも絶望に蝕まれていくのかね、どっちを見るかっていう解釈の問題になってきます。すべてのことがそうですよね。事実ってものをしっかりと認識して、そのためにどんな行動をするのか、最低限事業説明会にはご参加いただくってことだと思いますし、事業説明会がどうしてもね、日程とか距離の関係で行けないよって方は、私のライブ放送7月から毎日やってますからね、私は情報漏れてないですから、これすべて会社とイコールの情報をお届けしてますんで、プラス私の解釈もお届けしてますんで、私の解釈も参考にして、ね、決めていただければと思います。とにかくね、もうほとんどの方がちょっと情報をね取ってないってことで、私もねちょっと対応をね毎日させていただいております。まあそういう方のためにね、対応させていただいているところもありますんで、まあ、お気軽にご連絡いただければと思います。皆様のね、ご不安がなくなるまで私はずっとね、自分の、存在が必要だと思われていると感じておりますので、ご遠慮なくということでございます。その他ね、結局9月30日18時の時点で、16名の方がまだちょっと入金不安だよっていう方がいらっしゃいましたけども、こちらの方もだいぶ落ち着きましてね、10名弱の方になったかなというところでございます。それからですね、入金がありましたという連絡の方のほとんどが、入金がないんですっていうふうに事前に申し出してない方なんですよね。申し出てない方なんですよ。それはなぜかっていうと、やっぱりね、自分の責任でやったんで、こういう時だけ久保さんに迷惑かけたくないってね、そういうふうにありがたいことを言ってくださいますね。確かにそれは自己責任でやっていただいてるかなというところでございますけども、まあそうは言ってもね、遠慮しないでくださいね。そういうことを申し上げて、今日のライブ放送の代わりにさせていただきます。その他ですね、本日から1億円シリーズの中で、まあ私が仮にね、50代で、無職で、人脈もお金もなくって、もう何のスキルもないところから、どうやったらね、最短で1億円を目指すのかっていうシリーズを始めました。今日は1話、2話、3話をお届けしましたけども、この最初のね、スタートでもうそうは言ってもできないよっていう方がいらっしゃるんだったら、もうね、この1億円の道は諦めた方がいいと思います。誰もが1億円を手にできるわけではありません。やっぱりね、市場が限られてる限り、有限の世界である限りね、やっぱりイストリーゲームみたいなもんで、最初に取った人だけなんですよ。まあ多くの方が勘違いするんですけども、ビジネスっていうのは必ず順位がつきます。でみんながうまくいくってことはないです。相対的に優れた人がその市場を取っていくわけなんですよ。ですんで、頑張ったけどダメだったってことはあり得るんですよね。ビジネスっていうのは恋愛も同じですよね。一人の人に恋を抱いてもですね、
例えば10人の方が1人の女性にアタックしたら選ばれるのは1人だけなんですよ。順位がつくんですよ、何でも。で、投資も同じです。投資って全員がうまくいくわけではないんですよ。よく投資の被害者って言いますけども、被害者ではないんですよ。投資ってのはもともと9割以上の方が損するから一部の方に資金が集まるっていう原理原則のもとに参加するものなんですよね。だからみんながうまくいく投資っていうのはこの世の中にないんですよ。まあ、なかなかね厳しいと思いますよ、そういう甘い考えで成功するのは。はい、以上のような形でね、最近はビジネスの、本質といいますかね、本当に厳しいことばかりお伝えしますけども、同時にですね、夢や希望があるのもビジネスだと思いますんで、諦めずに取り組んでいただければ見えてくるものがあるんではないかなと思います。それでは本日は以上です。失礼します。